どうも皆さんこんにちは、ホームゲーム YouTube いつもご覧いただきありがとうございます、ホームゲームストアマネージャーのあきらです。このチャンネルでは帽子から広がる様々なカルチャーやコミュニティを独自の目線でご紹介していくチャンネルになっております。今回はですね、毎月恒例の9月帽子人気ランキングをご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。今回のラインナップはかなりこれからの季節を意識した、まあそんなラインナップになっております。で、このランキングっていうのも、ホームゲーム全店オンラインと店舗で、まあ集計を取りまして、まあその中で、もちろん抽選もあるんですけれども、抽選以外のですね、まあ常時でお店で販売しているアイテムの中からですね、特に人気の高かったものをピックアップしてお届けしております。それでは早速、第3位からご紹介していきたいというふうに思いますけれども、第3位がこちらのですね、スウェード920になっております。で、こちらはホームゲームがニューエラに別注をかけた、まあ、アイテムになっておりまして、ニューエラでもですね、色の違うチームと、そして同じ素材で、まあ、スウェード自体は出てるんですけれども、このブラックで白ロゴのタイプは、ホームゲームが別注をかけたアイテムになっております。で、こちらのですね、スウェードというのが、少しですね、ぬめり感のある、まあ、しっとりとした素材のスウェードになっておりまして、で、形自体は、まあ、定番の、まあ、920なので、まあ、大体ですね、サイズ、まあ、7ぐらいから8分の5、4分の3ぐらいまでは、この後ろのアジャスターで広げることができます。で、もちろん、大きめに広げるとですね、ちょっとここが出っ張ることはありますけれども、かなり広範囲の頭のサイズをカバーできる仕様になっております。で、スウェード自体はですね、そこまでこう、秋冬っていうイメージではないとは思うんですけれども、まあ、これからの時期、少し重厚感のある生地を求める方多いと思いますし、ブラックだからこそ、近くに来ると、やはりこのスウェード感もしっかりわかる衣装になっておりますので、伸縮性もありますので、非常に使いやすいものもありますし、ファッションのアクセントとして取り入れやすいアイテムかなというふうに思っております。続きまして、第2位ですね。ポーラテックフリースを使用した、アングラーコレクションの LP5950 になっております。プロのバスアングラーの吉田兄弟という方たちがいらっしゃいまして、プロで活動されている方たちが、まあ、手掛けた、ディレクションしたアイテムなんですけれども、この吉田兄弟というのがですね、スナイパーというご自身のブランドもやってらっしゃったりとか、あとは、まあ、いろんなブランドさんが、サポートについているような、本当に注目されている方たちでございまして、で、まあ、今回のコラボも初めてではなくて、まあ、今年に入って、まあ、この仕様が出てるんですけど、大体毎回秋冬ぐらいに、彼らのこのディレクションするラインが出ております。で、今回のこの仕様というのがですね、かなり豪華でございまして、LP の、ボディを使用しているので、まずここが少し低めになっているっていうのと、ここにですね、D 管止めがついてますので、まあ何かこう、鍵でもいいですし、少し軽めのキーチェーンでもいいですし、いろんな用途で使えるような遊び心のあるアイテムがついております。かつですね、こちらにイヤーフラップがついておりますので、寒くなってくると、この耳まであったかく守ることができる仕様になっております。メインで使われているポーラテックフリースというのが、本当に名だたるブランドのアウトドアジャケットのインナーにも使われている、かなり高品質のフリースになっておりまして、で、普通フリースっていうのは結構風を通しちゃうっていうのが欠点の一つだったんですけれども、このポーラテック社のフリースっていうのは、軽くて密度が細かくて風を通さない。もう本当に最強のフリースというふうに言われてます。で、かなり保温性も高いので、確かに、まあ、アウトドアの今人気ですけれども、外でですね、長時間、帽子をかぶってたりとかすると、やっぱり耳が寒い、頭が寒いっていうのはあると思うんですけれども、まあ、そういった難点を克服してくれる、解消してくれるアイテムになっております。アクセントで今回のブランドのシーズンコンセプトのこのグッドデイというですね、ロゴが入っていて、フラップを下ろすと下にバッターマンが出てくるという仕様になっております。僕的に豪華だなと思ったのが、この緑の方がわかりやすいんですけれども、こちらのですね、この縁に使っているこの生地。この生地が実はコーデュラ社の生地を使っておりまして、コーデュラっていうのも結構軍で使われている生地の一つなんですけど、切り裂きと摩耗に強い。だから、もうなんかこう、外でですね、結構こう、擦っちゃったりとか、まあ、結構邪険に扱っても、ほつれたり破れたりすることがないというですね、非常にかなり豪華な素材を使った今回のこのコレクションになっております。
で、これもですね、非常にもう人気でして、確かニューエラーではオンラインではもう完売になっているアイテムになっておりましたので、お早めにというところで、ぜひチェックしていただければというふうに思います。栄えある第1位なんでございますけれども、第1位はこちらですね。コーデュロイの920のコレクションになっております。で、こちらもですね、このスウェードと一緒で同じく920で後ろがアジャステブルのタイプになってるんですけれども、今回この8ウェルというですね、コーデュロイの生地を使っておりまして、かなり、うねりの強いですね、生地になっております。以前にコーデュロイの特集で、動画を出しましたけれども、秋冬のイメージが非常に強いですし、まあ厚手の生地なので、これからの時期に最適なんですけれども、ぜひですね、コーデュロイに関しては春夏も取り入れていただいてですね、まあアクセントになりますので、オフホワイトとベージュの仕様が当店に入ってきておりますけれども、このスウェードとかと一緒でシンプルで目立たない分、そういった素材のですね、凹凸感で、コーディネートの幅が広がるんじゃないかなというふうに思っております。紳士服系だとスーツのセットアップで使われたりとか、あとはアメカジのパンツに使ったりとか、もともとそのコーデュロイが流行った、きっかけもですね、ワークパンツとして物持ちがいい素材ということで、コーデュロイが使われるところからストリートファッションに、まあ、流れてきたという、まあ、経緯もありますので、生地厚いのであったかく被れるっていうのもありますし、アクセントとしてですね、使えればなというふうに思っております。コーデュロイはですね、結構この溝のところにホコリが溜まりやすいので、ぜひブラッシングもしていただきながら、長持ちの秘訣として使っていただければというところで、こちらがですね、9月の第1位の、人気のキャップでございました。今回はですね、9月の人気キャップランキング3選、ご紹介しましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、冒頭でもお話しした通り、今回はかなり素材感的にもこれから寒くなるシーズンを意識した、まあ、アイテムが非常にランクインしてきたなというイメージでございますけれども、もちろんそれ以外のポリエステルだったりコットンのアイテムも変わらず人気ではあるものの、やはりこういったところもですね、別注だったり、ニューエラから出ているインライン含めてですね、人気のアイテム、素材を意識したアイテムが非常に注目されているなというところで、もうあと2024年も残り3ヶ月2ヶ月になってきましたので、これから冬本番に意識したアイテムもどんどん入ってくると思いますけれどもですね、また来月のランキングも楽しみにしていただければというふうに思います。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。来月もですね、変わらずランキングをご紹介していきたいというふうに思っておりますので、ぜひですね、この機会にチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。